こんにちは。今回は、エクストレイルのメーターの明るさについてなんですが、日中になるとメーター画面が暗すぎて、全然画面が見えなくて困っていました。私以外にも同じような思いをしている人がいるかもしれないと思い、緊急で動画を作成しました。まず、結論ですが、メーター画面の明るさ調整は可能です。明るさ調整はなんと21段階ありました。先にメーターの明るさ度合いからお見せしますね。これが一番暗い状態です。文字くらいしかまともに見えないですね。次に明るくしてみます。段階的に少しずつ明るくなっていくのですが、なぜか最大にすると、光の量が突然大きくなります。もしかするとバックライトが点灯しているかを点検するためかもしれません。ともかく、私のエクストレイルのメーターの明るさが、不具合で低いということではないということで安心しました。では、実際の調整方法をご紹介すると、運転席の右側に、メーターマークのアイコンスイッチがありますね。こちらのスイッチでプラスとマイナスを操作すると、メーターの明るさ調整を行うことができます。当たり前かもしれないですが、頻繁に使うスイッチではないので、もしご存知なく、お役に立ったら嬉しいです。今回は以上です。それではまた。